こんにちは。最近暑くなって夏を感じ始めましたね。夏といえばこちら、スイカという人もいるのではないのでしょうか。ということで今回は AI にスイカ割りをさせてみようかなと思います。では行こう。まずはスイカ割りのルールを確認します。プレイヤーは目隠しをしますね。そして回転しまくって平行感覚を失わせます。その後、サポーターの指示を頼りにスイカに近づいて棒を振りますよね。棒を振ってスイカに当たらなかった場合、3回まで棒を振るチャンスがあるみたいです。大まかなルールはこんな感じです。しかし、AI には平行感覚はありません。そこで、少しルールを変更します。これはすでに学習を始めている状態です。いつものように複数環境で効率化をしつつ、一つに注目しましょう。では特殊ルールを説明していきます。まず、棒を振って良い回数は同じです。3回棒を振ってもスイカに当たらなかった場合は、マイナス報酬を与えてリセットします。平行感覚を失わせるのではなく、ランダムな位置からスタートすることで、スイカの位置をわからなくしました。通常、AI は行動を決定するときに、観測値という、環境の状態を参考にします。今回の場合、スイカの位置と自分の位置の相対画像や、向いている方向などを観測値とすると良さそうですが、これはスイカ割りです。目隠しをしている前提ですので、位置が分かってはいけませんね。ということで、観測値を、サポーターの声という風に考えます。つまり、スイカが自分の向いている方向より右にあったら、右、前にあったら前、という感じです。詳細な位置を教えるのではなく、手助けのような形で、簡易的な情報のみ教えます。教える情報は、右、左、前、叩け、の4つです。棒を振った回数も、観測値には入れておきます。サポーターからの声に見立てた、観測値を参考に AI は、行動を決定します。その結果、スイカまでの距離と、向いている方向に応じて、報酬を与えます。見事スイカに棒が当たれば、大報酬を与えてリセットします。その他、体がスイカに当たったらマイナス報酬や、より早くクリアできるように、常に微小マイナス報酬も与え続けます。さて、AI は、完璧な情報ではなく、簡易的な4つの声を参考に、スイカを割ることができるのでしょうか。こうやってリアルタイムで見ていくうちにも、むやみに棒を振ることは減ってきましたね。そして学習を進めていき、これが途中経過です。すでにスイカを割れるようになっていますね。3回まで棒を振れるので、とりあえず適当に2回は振っているのでしょうか。可愛いです。まあまだ学習は途中なので、最後まで学習させます。ということで学習完了。それでは、こちらのキャラに AI を搭載して、スイカ割りを行ってもらいます。こちら、魔剣伝説に登場するキャラです。では行きます。割りました?最初に無駄に叩きますが、その後いい感じにスイカに近づいていますね。実際に観測している声も可視化しました。無駄に叩く癖は結局治りませんでしたが、3回以内にスイカを割れることの方が多いですね。スイカまでの距離は把握してないので、進みすぎて蹴り飛ばしてしまうこともありますね。ちなみに、目隠しを取ったとして、レーザーで周りの状況も観測させたところ、蹴り飛ばしたり、むやみに棒を振ることもなくなりました。獲得報酬も、レーザーをつけた方がさすがに多いですね。どうでしたでしょうか?強化学習で設計すべきところはたくさんあります。
報酬も大切ですが、観測値も学習結果にかなり影響を与えるので、完成したモデルの動きが変わって面白いですね。ということで、スイカ割りですが、魔剣伝説というゲームでは、現在スイカ割りなど、夏祭りイベントが開催されています。ぜひダウンロードしてみてください。魔剣伝説の夏祭りイベントでは、イメージキャラクターに有名な写真女優、井口彩子が採用され、スイカ割り、アイス集めなど、盛り上がる様々なイベントを開催。ログインだけでレアアバターをプレゼント。さらにイベント期間中、各ガチャが初回10連無料。ゲームで井口彩子さんと出会い、井口彩子さんと一緒にスイカ割りでもしてみませんか。夏といえば夏祭り、夏祭りといえば魔剣伝説をプレイしましょう。